を照らしますように。勇者さん、私たちに力を貸して。武器を装備で戦力上昇、すぐに試してみよう。魔物のせいで私たちの生活も影響を受けているの。レジスタンスの一員なら俺みたいに常に警戒してないとな。乗せていってあげよう。川の流れが速い、乗せていってあげよう。村中が破壊されてしまった。手を貸してくれますか。規定レベルに到達すると婚姻システムが解放。積極的にレベルを上げよう。ほら、今日の魚は新鮮だよ。ここでお茶飲んだり釣りしたりしようよ。わしも最近ボケてきてのあ、どこかで会いましたかな。レジスタンスの一員なら俺みたいに常に警戒してないとな。聞いたことがないって。このフック船長を知らないとはな。私の力が覚醒した時がお前が死ぬ。華麗に変身、くらえ私の魔法マジカルストライク。私の力が覚醒した時が信頼できる。お前が死ぬ時だ。何があっても大丈夫。華麗に変身、くらえ私の魔法マジカルストライク。よう、今日はどうだった。失恋話でも聞かせておじさんを楽しませてくれよ。応答せよ応答せよ。くそ、無線がまた壊れたにゃん。
我らの縄張りを荒らすとは命知らずね。正義の光が暗黒を消滅させる。平和のためなら私の力を貸そう。レジスタンスの一員なら俺みたいに常に警戒してないとな。私のことは先輩と呼びなさいよね。機銃に乗ると移動の効率がアップ、冒険の進みが早くなる。大丈夫だ、何があっても俺が助けるぜ。よう、今日はどうだった？失恋話でも聞かせておじさんを楽しませてくれよ。ハッ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 、また獲物がかかったわ。レジスタンスの一員なら俺みたいに常に警戒してないとな。